本日の一滴マフは北海道長沼町で最先端技術を調査。ある日、わあ、びっくりした。何さ、どうした急に。沢さん、これどうぞ。何、ハッピーじゃん。どうしたんこれ。沢さん、うん、今回は北海道の長沼町に行ってもらいます。長沼って何があるの。最新技術の実証デモが行われるみたいです。最新技術、なんかちょっと面白そうだから行くわ。どうも、沢でございます。本日は北海道の長沼町に来ております。ここで突然クイズ、沢を探せ。ここです。ここでございます。沢は壮大な大地と一体化しておりました。はい、というわけで本日は長沼町にある北電さんの研究農場に来ています。どうやら本日最新技術が見れるっていうことで楽しみにしております。では本日、今回の案内人は北電の庭さん。あの最新技術って一体どんなものなんですか。農薬のピンポイント散布です。あ、ピンポイント散布、日本の未来を担う農業のモデルです。かっこいいですね。見せたいものがあるという庭さんについていくと、沢さん、あれを見てください。そこで沢が目にしたものとは。これドローンじゃないですか。その通りです。こちらの撮影用のドローンで牧草地に生える雑草を解析します。はい。その後、そのデータに基づいて農薬散布用のドローン、もしくはあちらのスプレーヤーで農薬をピンポイント散布します。すごい大きいですね。この技術は環境負荷軽減や省力化を目標に開発中の技術です。はい。さらには必要な場所に必要な農薬を散布するために営農コスト低減も期待できます。なるほど。沢さん、ところで、はい、牧草地ってどんなところかご存知ですか。牧草地っていうのは牛さんの餌を作るための場所ですよね。北海道の農地の半分はこの牧草地なんですよ。半分ですか、全部もちろん。そうなんです。今回ドローンで見つけ出すのは、はい、雑草、エゾノギシギシという雑草になります。エゾノギシギシ、何ですか。ギシギシってどうしてまず生えちゃダメなんですか。ギシギシを含む雑草は収量や栄養価が残念ながら低いんですよね。あ、そうですか。生育も旺盛で本来育てたい牧草が育ちにくくなってしまうんですよね。なるほど、邪魔しちゃうんですね。そのギシギシってこの圃場にも生えてるんですか。生えてますよ。行ってみましょうか。謎の雑草ギシギシとは一体どんなものなのか。沢さん、これがエゾノギシギシです。これですか、ギシギシ。ザワザワがギシギシを確認。こっちにも生えてますね。これタンポポの葉っぱで、これがギシギシ。そうです。イエー、すごい。でもこのギシギシを退治できる、そういった技術があるんですよね。そうです。へー、見たいな。では早速やっていきましょう。いっこー。最初は撮影用ドローンでこの圃場を解析します。あ、結構小ぶりなんですね、こっちのドローンは。はいはい。操作簡単なので、ザワさん、やってみますか。やっていいんですか。じゃあぜひ、ちょっとやらせてもらっていいですか。ザワが操縦させてもらうことに。準備できましたんで、ぜひやってみてください。いいですか、はい、どうやってやるんですか、これ。すごく難しそうですけど。ザワさん、はい、ボタン1個です。ボタン1個。ボタン1個です。めちゃめちゃ簡単すぎますね、これね。ぜひどうぞ。いいですか。はい。じゃあ、いただきます。じゃあ、いただきます。いただきます。すいません、いきます。 OK、 押しました。おー、すごい、飛んだ。これで今圃場のデータを取ってるんですね。おー、戻ってきた。お、フライト完了。今このドローンで撮影が終わりましたが、はい、ここから得られるデータをもとにこの農薬散布用のドローン、そ
それからあのスプレーヤーで農薬散布をします。ーー、はい、へー、それってでもなんか難しそうですね。なんか簡単にそのデータって写せるもんなんですか？対応しているスプレーヤーであれば USB を使えばすぐにできます。あー、 USB。 ただ今農薬散布用のドローンは開発中で、はい、手入力じゃないとまだできないんですよね。あ、そうなんですね。はい、いずれは簡単にデータが移行できるように今開発を進めています。なるほど。じゃあ今日はそのデータを使ってこのピンポイントに散布していくと、そういうことですね。その通りです。へえ。今は対象雑草がエゾノギシギシだけなんですけども、はい、いずれは水田、それから畑の方でも使えるように技術を開発をしていきたいと思っています、はい、あと最後に、はい、この農薬散布用のドローンで巻くには農薬登録が必要になりますので、はい、それも我々の方で進めているところです。いやもう全部やってらっしゃるんですね。はい、ドローン飛びます。やばい、風すごい。いや、かっこいい。飛んでますよ。今からこれピンポイントであの赤いドローンが雑草に見立ててるんですよ。あそこに今水を実証で撒いていきます。ちょっと目には見にくいんですけど一応撒かれてますね。もう風でもうボンボン、わーわー、すごい。来た来た来た、うわーすごい。わー、お利口さん。いや、すごいすごい。このスプレーヤーで、まあ、デモのデータをもとにですね、このノズルからこのピンポイントで散布できると。これスプレーヤーの作業画面ですね。はい、9個のセクションあるんですけど、はいはい、これ USB から今データ読み込ましたので、ここが今補助のデータです。おお、これは青いところ、これ3メーターのメッシュになってるんですけども、はいはいはい、この青いところにギシギシが、さっきあのドローンのセンシングしたギシギシありますよと。あ、そうなんですよ。あ、はい、こんなたくさんあったんですね、はい、こっから、おお出てきた。おお、すごい、出てきてます、出てきてます。これ色がこれに変わってますね。あ、ほんとだ、緑色になりましたね。あ、これ巻いたところが色が変わると。しかも何もハンドルとかも何も持っていないっていう、これも自動操作で GPS で今動いてるんですね、はい、いや今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。最新技術いかがでしたか？いやでも本当に驚きしかなかったです。でこういった技術が本当にこう化学農薬とかあの化学肥料の低減につながるっていうのは、まあ、もちろんなんですけど、まあ、現在、まあ、農業分野が抱えてますこう人手不足っていう問題にもその解消のね一つになっていくんじゃないかと思います。いや丹羽さん、そしてあの本日撮影を手伝っていただいた北園の皆様、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで本日はですね、最新のスマート農業の技術を紹介させていただきました。いや、この動画が面白かったら高評価とコメントの方、チャンネル登録とよろしくお願いします。せーの、わっしょーい。以上、北海道の果てまで一滴マフでした。